度の難聴者にとっては期待の星ともいえる人工内耳。しかしこの人工内耳の限界として今非常に問題になっているのはですね、ミュージックなんですね。音楽リズムは分かります。リズムは分かるんですけど音程を取るのが非常に難しいと言われています。ジャズベーシスト吉本信之さん、山口を拠点に世界で活躍、日本でただ一人人工内耳をつけたプロのジャズプレイヤーです。4年前に両耳の聴力を失い、ミュージシャンとしての危機を迎えましたが、おととし山口で左耳に人工内耳の手術を行い、見事復活を果たしました。聞こえない音階もあるものの、1日5時間のトレーニングを行いながら音楽活動を続けています。この日は山形市内でのジャズライブ、客席には欠端教授の姿もありました。